1995年のコース1995年のルマン24時間レースは63回目のルマン24時間レースであり、1995年6月17日から6月18日にかけてフランス、ルマンのサルトサーキットで行われた。ルマン史上最も雨量が多かったレースの一つで約17時間雨が降り続いた。優勝は j j レート・ヤニックダルマンス。 関山沙則が軽 LMGT1 クラスに参戦した59号車のマクラーレン第 1GT-R。これはマクラーレンの初優勝であると同時にフィンランド人ドライバーと日本人ドライバーのルマン初優勝でもあった。今回がルマン初出走であったマクラーレンの特筆すべき点は上位5台のうち4台を占めた点であった。また他のライバルメーカーは 複数回出走して、初めて優勝を達成しているが、マクラーレンはこのレースで、ルマン史上初めて初出走で、初勝利を遂げたメーカーとなった。また、マリオ・アンドレッティのクラー・ジュアニーに終わり、これはアンドレッティにとっての自身最高位となった。マクラーレンか 1GT-R は、ルマミ以前より、b p r グローバル GT シリーズで、圧倒的な強さを見せていたが、実際に、 ルマンで優勝した車両は、マクラーレンカーズ所有の GT-R の開発車両であった。これは、ランザンテモータースポーツに貸し出され、マクラーレンのユニット12が準備し、マクラーレンのチーフエンジニアであるジェームズ・ロビンソンが監督して国際開発レーシングに代わって実行、運営された。一方、マクラーレンは信頼性の問題を抱えており、20年後インタビューに、 答えたグラハム・ハンフリーズによると、ハンフリーズは、マクラーレン勢が苦しんでいた、ギアセレクトのトラブルの原因が露出した、ギアリンケージ機構への浸水であることを突き止め、ピットストップごとに湿気防止スプレーの WD-40 を吹きつけるという対策を講じた。GT2 クラスの上位3位は、本ダの SX と2台のキャロウェイ・コルベットが獲得。 1970年代半ば以降から前年までのようにポルシェ911に支配された時代とは異なりメーカーの多様性を示していたこれまで長年流星を誇ってきたグループ C カテゴリーのマシンが出場できなくなりさらに GT カテゴリーのマシンが中心になったなおバジェットキャップの一環としてワークスチームの出場が見込まれた WSC と LMGET1 では テレメトリーシステムの使用が禁止された。国際モータースポーツ協会との良好な協力関係が継続しているため、フランス西部自動車クラブは LMP1 カテゴリーを段階的に廃止し、代わりにイムッサのワールドスポーツカークラスに基づいた規制を策定した。その見返りにイムッサはグループ C シャー氏の多くがまだ流通していることを考慮してターボエンジン車を WSC クラスに参戦させることに同意した。LMP2 クラスはそのまま残された。ただし、他のクラスには次の制限があり、一部は前年から修正された。1994年のレースでポルシェが物議を醸した、一台限りのロードカーで、車両公認のルールは、LMGT1 でそのままであった。ただし、LMGT2 は1995年2月以降に、 連続して生産された車両がベースである必要があった。これらのレギュレーション変更は大きな関心を集め、ACO は99のエントリーを受理した。これに対応して ACO はさらにピットを2つ増設し、50台の出走を可能にした。それまでの実績を考慮して20チームに自動的に出走を許可し、残りの30チームは予備予選によって決定された。 スポーツカーのスペシャリストであるクラージュ、クレマー、WR、デボラはイムスタチャンピオンシップから参戦。またフェラーリが 333SP をモモレーシングのジャンピエロモレッティに委託するという体制で22年ぶりにプロトタイプカーで参戦した。日本勢は主に LMGT1 クラスで活躍し、トヨタ、日産、マツダ、ホンダが参戦した。 また、総合優勝したマクラーレンにも、関山サノリが登場するなど日本とのつながりがあった。グループ C カテゴリーのマシンの出場はできなくなったが、これまで同様にイムスサとの提携を継続し、プロトタイプカーである WSC クラスの出走を認めた。ロータリーエンジンを含め自動車メーカーから、市販されているエンジンを搭載することが条件で、チューンにも細かい制限がある。 エンジン回転数もバルブ数や気筒数で制限があり、エンジンにより性能差が出ないようエアリストリクターも設定された。ターボチャージャーを装備したり5バルブにしたりする場合は、最低車重が増やされた。車種やボディに関してはかなり自由だが、ダウンフォース拡大目的の装備はウィングのみとされ、前後ホイール間の車体仮面はフラットでなくてはならない。比較に合致させた。 クラーチュポルシェやクレマーポルシェが4台参戦した。マツダは1991年のルーマン24時間レース総合優勝の実績からすればいささか物足りない性能ではあったが、ロータリーエンジンを搭載した DG3 を1台走らせた。他にフェラーリ 333SP が1台の K6 台が参戦した。本台の SXGT1 エンジンもサスペンションも 改造の幅が大きい。車両重量は自由のだが 50kg 刻みで分けられ、ターボチャージャーの有無、排気量、バルブ数などとともにエアリストリクター小道が設定された。グループ C の参戦が禁止されたために、多くのメーカーワークスのマシンの参戦が期待されたが、予想されたほどマシンが集まらず、マクラーレンか 1GT-R、ホンダ NSX、日産、 スカイライン GT-R、ポルシェ 911RSR、フェラーリカイ 40LM がワークスやセミワークスで参戦した。オリジナルのエンジンを維持する必要があり、シリンダー数や配列の変更はできない。サスペンションは、ベアリングやリンクは変更できるが、主要構造部品は改造できない。LMGT-1 との比較では、性能が抑えられ、総合優勝を狙うのは、 無理があるとされた。プライベートチームとジェントルマンドライバーの組み合わせでの参戦が中心であった。ルマン独自のローコスト軽量企画だが、WR ・プジョーなど3台が出走したのみで、この年限りで廃止となった。最高速が伸びる2台の WR ・プジョーが最前列を占め、2列目もクラージュ・ポルシェで GT カテゴリーのマシンは影が薄くなってしまいそうな印象であった。 フランスの小規模なウェルターレーシングチームにとって最高の日であり、1988年のマルサン、ストレートでの時速 400km 速度記録。ジェラルド・ウェルターの最新バージョンである WRLM95 は小型で機敏で非常に高速なプロトタイプの製造者でもあり、ウィリアム・デイビッドとパトリック5人が運転する両車は素晴らしいレースのために グリッドの最前列を締め出しました。デビッドはデビュー時にポールを獲得した最初のドライバーでした。奇妙なことに1967年のフランス海一 g p で開催されて以来2人のシングルシーターがルマンの最前列にいたのは初めてでした。それらの後ろの3番目はクラージュのエリック・バンデ・ポール、ボブ・オレクト・フランク・ラ・ゴルス・エリック・バンデ・ポールはその後 ビーイングの開始から失格だが、17を発見。エンジン交換後の体重キログラムボブを折レク、マリオ・アンドレッティ、エリック・エラリーは、フィールドで3人のドライバー全員が実際に4分未満でラップした唯一の車でした。グリッドの5番目は、スタック、バウトソン、ブーシャー・クレーマー K8 でした。その後、GT1 マシンの最初のマシンが登場しました。 国際マクラーレンとベンチュリ作品。ユーロモーターズポート、フェラーリのプロトタイプは予選のほとんどから締め出され、ACO は最大エンジン回転数をチェックすることについてチームと議論しました。最終的にはグリッド上で17位でした。GT2 クラスで最速は23位のアグスタキャロウェイズの中で最高で、32位のエンツォ・カルデラーリのスイスポルシェからのグリッドと、 プライベートホンダの NSX でした。グリッドの後ろには GT1 の太ったコルベット ZR1 のアメリカのプライベートチームがあり、GT2 のキャロウェイコルベットポールよりも20秒近く遅かった。スタート後1時間で雨が降り出し、フェラーリ 333SP などのオープンボディの車両が交代していった。一晩中、日曜日の朝まで雨がずっと続き、 マばラなシャワーを浴びて終わりました。多くの車がスピンしたり、滑走したりして、滑らかなタイヤに引っかかった。両方の WR は障害のあるフロントガラスで時間を失い、再び高速であるが壊れやすいことを証明しました。さらに悪いことに、5時間後に5人が水上飛行機で高速で水に飛び、丸山で大きな宙返りが起きて、大きな事故に巻き込まれました。 彼は4本の折れたリブ骨と折れた肩甲骨を持って病院に運ばれ、37分間安全車を持ち出しました。レインコンディションのためレースのペースは遅く、信頼性の低いマシンには有利な展開となった。これは記録上最も雨の多いルマンの一つでしたが、レースの開始時には、天気は晴れていました。バウトソンのクレーメル、ザコディ・マクラレン。 GT2 の国光ホンダを含む5台の車は土壇場の問題のためにピットレーンからスタートしなければなりませんでした。フラッグホールで2人の WR とワレックの勇気が飛び立ちフィールドの残りの部分にすぐに距離を置きました最初の1時間の終わりにほぼ半周。ACO の同等の規制のため それらのラップは1993年に彼のトヨタでエディアバインの最速ラップから30秒近く遅れていました。49デイブ・プライス・マクラーレンのジョン・ニール・セント、11クラージュのアン・リペスカロロが4番目の戦いをリードしました。フェラーリプロトタイプのマッシモシガラは低いスタート位置から急速な進歩を遂げ、7周目にアルネージで石のダメージで エンジンが止まるまでニールセンを4位にまで追い込みました。大雨の中で WSC カーはパワーアドバンテージを失い、再起動時にマクラーレンの4人がウォレックのクラーチュとセル。しかしマリオ・アンドレッティがポルシェカーブでクレーマーをラップしてクラッシュした時、マクラーレン1から2から3で GT1 の恩恵を受けたようであった。フェラーリが出てペスカロロの勇気は 平らなバッテリーであるな味に止まりました。そして、クレマーは、ウェットで運転するために、悪魔的なことを証明していました。ラーバーチームのポルシェ 911E ボスは、マクレレンズに追いついて4位になりました。鈴木敏夫の素晴らしい運転は、車のギアボックスが午後11時に壊れるまで、日産スカイラインを全体で7位にまで上げていました。両方のホンダ GT1 が出ていました。 一つはクラッチが破損しており、もう一つは雨でひどくクラッシュし、大規模な修理が必要でした。GT2 では、クレーマーとスタドラーのポルシェは、キャロウェイズとリスターを3ラップリードしていた。夜になると、ユルゲンレッシング、フランツコンラット、デアゼーベドが運転するタノクレマーは、11位で走りました。DPR マクラーレンは、ピットストップに従ってリードを交代しました。 BPR シリーズで圧倒的なライバルであるガルフレーシングマクラーレインズは多くの問題を抱えていました。シリーズリーダーでチームオーナーのレイ・ベルムは7ラップを失い早い段階でオフになっていた。運が悪かったのはチームメイトのフィリップ・アリオットでした。彼は追い越したばかりの GT にポルシェによってバリアを突破された時にリードしていました。運が悪く ラーブリーコンピティシャングッド1ポーシャス、夕方、チームオーナーのジャックルコントの車がアルナージのグラベルトラップに落ちました。ヘッスパレハとエマニュエルコラールは共に車を連続して総合4位に上げたが、どちらも真夜中までにリタイアした。後者のクラッシュは、アンドレアスフックスがミュルサンヌのコーナーでのブレーキングを誤って判断し、コラールに当たった時に GT2 をリードする。 スタドラーポルシェを取り出しました。一方、PC オートモティブジャガーは、マクレレンズを隠していた。グリッドで22位からスタートして4位になり、ダウニングクズマツダ、スタックのクレマー、ウォレックのクラージュに追われて回復が見られました。ポルシェのウィーズにより、GT にレースは3人のキャロウェイと、最後から2番目に始まったジャン・フランソワ・ベロックスの、プライベートポルシェの間になりましたが、一周。 遅れています。午前3時にリードと9時間争った後、ニールセン、マスマクラーレンは最終的にターミナルであると判明した滑りクラッチでピットインしました。アンディ・ウォレスザ・ベルズの姉妹者がリードを受け継いだ。ウォレスは雨の中でいくつかの信じられないほどのスティントを行いました。一方、ダークホース国際チームは容赦なくボードの上に上がっていました。他の人はスピン。 または、ピットインしましたが、ビートを見逃すことはなく、JJ とダルマスは、夜中に2位まで、ハードチェースをしました。ジャガーは午前5時に壊れたクランクシャフトを諦め、その時点までに、勇気は3番手に戻り、ジャカルリ・マクラーレンは4番手、ベルムは5番手に残ったワンガン・マクラーレンに戻りました。夜明けが終わると、雨はやっと和らぎ、クラーチュが非常に早くなり始め、 マクラーレンのラップを徐々に引き戻しました。ウォレスが新しいブレーキパッドのためにピットインしなければならなかった時、リードは国際マクラーレンに1分未満に落ちました。しかし、53歳で5回優勝したデレクベルはなぜ彼が世界最高のスポーツカーレーサーの一人とみなされているのかを示しました。生き残った3台の WSC シャクラージュ、クレマー、および クズが追いかけていました。また、マクラーレンの影に隠れて、すべてのフェラーリ界40は、非常に多くのことを約束した後、レースに問題を抱えていました。しかし、ステファン・ラテルのパイロットレーシングフェラーリは、正午直前にブランデルのガルフ・マクラーレンと連絡を取り、ダンロップ試験で破片を滑らせ、砂利トラップでそれを浜に入れた時、6時間全体で8位を維持していました。 抽出には5分かかり、3箇所を失いました。GT2 では、スタートで6周を失った後、国光ホンダは時計仕掛けのように走りましたが、キャロウェイを追い抜いて、全体のトップ10に落ち着いたため、燃費が向上しました。残りわずか2時間、マクラーレンの恐れられた、繊細なトランスミッションは、ギア選択の問題を抱えた主要な、DPR マクラーレンに打撃を与え始める。 ピットで5分遅れた後、ベルスナーはそれを6位に交代し、レースに復帰しました。ダルマスが先導するために必要なのはそれだけであり、そこからは彼らはトップを譲ることは、決してなかった。1時間足らずで、アンドレッティは、ハロッズ・マクラーレンをパスして2位になり、すぐにレートを追い越して、リードラップを獲得しました。ボブ・オレックに引き継いで、彼らは、 一生懸命追いかけましたが、最終的にはわずか3分遅れて、すぐに最終コーナーを上がりました。ウォーレスは DPR マクラーレンのホームをさらに一周遅れで、ガルフとジャカディマクラーレンのゴラップ、そして残りの2台の WSC 社であるクレマーとクズ松田を従えて、レースを終えた。設計者のゴードン・マレーが、クラッチやトランスミッションが24時間保つとは、 保証できないと懸念を隠さなかったが、ヤニック・ダルマス、j j レート・関谷正則組の乗るマクラーレンイ一 GT-R の59号車が24時間で 4055km を平均速度時速 168.992km で走って総合優勝した。関谷正則はルマンで総合優勝した初めての日本人ドライバーとなった。マクラーレンイ一 GT-R は3位。 4位、5位と多数、入賞し、この年の主役となった。日本のファンにとっても、日本のトップドライバーの一人である、関谷正則が、優勝者のドライバーとして加わっていたのが何よりで、あった。日本車は、松田 DG 3 5号車の7位が、最高位。そして、GT2 で出場した、チーム国光ホンダ NSX84 号車の8位で、 GT2 クラス優勝を果たした。ピットレーンからスタートしたにもかかわらず、国光は全体で8位で終え、ゼリンスキー・アグスタ・キャロウェイが2周差、姉妹車よりも2周進んで戻ってきました。新しいポルシェ9 9 3 g t に、カスタマーカーは今年12の BPR レースのうち10勝を勝ち取ったにもかかわらず、ルマンでは手ぶらで走り終えることとなった。ありがとうございます。